い、どうも、はじまきよしおでーす。うわ、うっせえな。ワンドライブに十分な空き領域がありません。きたー。でもなんかね、そこのね、ところに使ってない AV ユーティルだっけ、アビーチになっちゃうけど、アビーチはね、あの人ですけど、まあ、アビーチって言うと耳の中の耳クソが音の振動によって震えてズルルンってザザザズズってなるよね。今の俺だとね。赤い、気持ちいい、気持ちいい。いや、これ下手したらそういうビデオものと判断されてバンされてしまった時にはもう俺はね、悲しくなっちゃうよね。その本当にそういうのやめてほしいよね。やめてほしいから俺は健全なハンドスピナーをマウスアウト持ったけど、爪が汚すぎた。爪、俺ね、こうやってか、あ、鼻がガチほじりするんだよね。もう年々鼻くそほじんのでもうあれだよね、広告つけられなくなるかもね。あなた鼻をほじってるので広告をつけてはいけませんって言われる時代来ちゃうかもしれないよね。うん、うるさいな、声がでかいんだよな。いや、もう今ね、お母さんが仕事に行ったんですけどね、いや、ここにね、時計置いてるんですよ、向こうに。こう、まあ、ベッドがあるじゃん。俺の部屋、ベッド、ここら辺にね、ここら辺にね、時計持って、すごい俺はこういう体勢で、まあ、どういう体勢じゃなくても、わからなくてもいいんだ。見やすい。で、今ね、充電のないゲーム機が4つほど前にあって、枠の取れて、汚いノリ、その枠をはっつけたノリのゲームボイミニみたいのがありますね。汚いゲームボーイミニがあります。おわぶね、肌色のね、肌が見えてしまった。は、まあね、ちょっとシート引くか。あー、でもな、金玉映ったらやだな。映ってほしくないな。だから天井映すか。天井何もないよね、個人情報ないよね。住所とか天井に書いてないよね、みんな。はい、はい、あ、違うんだよな、やめとこ。あのね、パソコンをこうやってやるとすごい負荷がかかっちゃうんですよ。こう乗ってんのになんかこうで、そらないぜみたいになっちゃうから、やめといてあげるわ。うん、許しといてあるわ。あ、下汚っ、びっくりした。なんで俺下汚いんだろう、口くせんだろうな。いやー、俺の部屋はすごい面白いものがいっぱいあるね。いや、面白いっていうか、いいなってものがいっぱいあって、そこら辺に散りばめてたら、すごい部屋汚くなりました。残念ながらね。ハンドスピナー回したって何も、あー、でも楽しいハンドスピナー、楽しかった。でもね、ハンドスピナーより楽しい遊び見つけちゃったんだよね。まあ、こうやるじゃん、これマウス今オフにしたね。これをさ、うるさいでしょ、たまに。あれ、これだけ。最近はね、ゲームのね、ウェーブっていうあのしょぼゲー、まあ、しょぼゲーっていうか、その往復反復ゲーは飽きちゃった。その意外にね、いや違うんです、あいつ、あのゲーム好きだからさ、120円くらいか240円出して買ったくせに広告が消えねえんだよ、詐欺がよ、腹立つマジ、あいつ。でもやっちゃうんですよね。うるさいね。怒っちゃダメだよ、みんな泣いちゃうからね。俺の動画のあれ、平均視聴者年齢あれ5歳ですから。いや、嘘です、嘘つきました、4歳です。はい、1歳だけって言うて、いや3歳って言おうとしたんだけど、3歳は見てねえだろ、4歳だろって思ってね、1個だけ下げるっていうね。いや、言い直さなくてもいいじゃんって。あと俺の視聴者の平均年齢は俺は分からないです、あのチャンネルダッシュボード見てないんで。ということで見てっか、俺のチャンネル。その前に、あやたかでうがいさせて。あ、うがいの音はね、みんな聞かなくていい。俺、うがいしたってことにして、うがいをしないから。めっちゃ水飲む俺。ケツ、あ、ケツ見えてんな。こう背筋よくすればケツはね、いかないんで見えない。
のために働くのは嫌なのさ、金儲けのために一生かけるなんて、それで人間かよ、ロボットと同じさ、虚しいことさ、虚しいことさ、金儲けのために生まれてうんちするだけ。いてててて、金儲け、あ、お尻いっぱい見えた。みんな俺のお尻恥ずかしいから、恥ずかしいから見ないで。うわ、汚ねえ橋がある、汚ねえ。うわ、食後、食事で使った橋がタンスの中入ってた、キモ。いや、ポテトを食べるぞのモノマネリメイクしましたよね。ブーデドー食べるぞー、ブって難しいの時の2位の逃げで、えーってなっちゃった。あー、声枯れた、一瞬で久しぶりに喋って声枯れた。おちんちんのおちんぎん、どうも、はじまきよしろうです。いや、こんな挨拶には絶対しないぞね。可愛い女の子誰かこの挨拶にしてみてください。ということでね、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、インスタグラムフォロー、インスタグラムの URL に載ってないのにね。俺インスタグラムの写真何も載っけてねえからな。うん。かゆ。あ、脇汚いから見せられないんだ。てっ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 てん。てるってるってる。てるってるってる。てっ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 てん。フォリナツヘイ。ダス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 。はい、ということでね、1、シュン。なんかさ、指を一本ずつこうやれるのがルールだぜとかいうクソツイートが回ってきたんだけど、難しくない？指を一本ずつさ、こうやってあ、あれ違う、こうか、こんな感じで僕は喧嘩します、いつも。喧嘩したことないんでね、やりませんけどね。喧嘩なんて絶対やっちゃダメだよ、みんな。うん、喧嘩するんだったら殺した方がマシだよっていうね、謎理屈、謎理論ボットの歯っていうやつ俺大嫌いなんですよ。歯って、あれキモいよね、あのツイート。なんかムカつくない？いや、謎理論のツイートは面白いんだけど、歯って言うね。うるせえ！へえって、エスカノール、エスカロールの、エスカロール、エスカノールのこの変なパンチ。って。ね。全身婚礼パンチ。全身全霊か。全身婚礼って何？魂込めちゃった？魂の霊。全身全霊パンチ。あれいいよね。うん。あ、やめとこ。膝の裏めっちゃ汚いから俺、膝も汚いし、膝の裏って本当にみんな膝の裏なの？うわ、膝の裏めっちゃ汚いって言ってるけど、膝の裏ってここの裏のことなんですか？分かる方ちょっとコメントしてください。いや、これガチで分かんないと思ってる人はコメントしてくれるんだろうな、俺が。いや、ガチで分からないです。膝の裏って本当に膝の裏なのかな？なんなんだろうな、疑いすぎだぞ、さすがに。なあ、
物心つき始めた子供でもそんなにねえあれですよ、お母さんにね、え膝の裏って本当に膝の裏なのって、膝裏って本当に膝の裏なのって質問しますよ、お母さんやお父さんに。はい、ハンドスピナーします。あーハンドスピナー楽しいね。これアイスピンっていうバカだけハンドスピナーの割に全然回んないやつで、クソで。でもやっぱ、セイキンさんやヒカキンさん曰く、水道と呼ばれるね、水がポチャンと、まあ水道ってふざけた名前だよな。まあ水滴ですよ。水がポチャンが6粒ついた。6粒ついたやつが一番丸いやついから、また買っちゃおうかな、ハンドスピナー俺。買っちゃおうかな。ああ、暇だから。金今ね、そんなないんだよな。漫画代3000円使っちゃったんだよね。漫画代3000円って俺月に3000円漫画に使うんですよ。でも、先月860円残った。だからその860円でヤングジャンプ、ヤングマガジンじゃない、週刊少年マガジンの、定期購読を買いました。いいよ、めっちゃいいよあれ。定期購読で俺が見てるのは7つの大罪とあれですね、あの ATM お姉さんですね。いやそんな名前ではないですけど、あれいいよね。でも最近すごいね、積極的エロですね。まあネタ切れなんでしょうね。でも俺あれ、あの作品大好きですから、そろそろちょっと単行本買わないといけないなと思いまして、買います普通に。単行本買わないと作者に金が入んねんだよ、知ってた？うん、全然入んねんだって。売れようがね、眩しいんだよ太陽って言って、太陽なくなったらどうするみんな、あごめんごめんごめんって、俺のせいでみんなの生活は危ぶまれるよ、うん、俺も危ぶまれるそこだけ10本アニメっていう。なんで10本アニメでしか喋れない人いたらどうする、恐ろしくない。いざしごろしはちきゅうじゅう、おはようございます、おはようございますみたいな感じですよ。ずーっとそれやってくるのそれめっちゃ面白いな。でも普通に20分くらいで、いや20分2分で飽きるな。うわーって20分もしたら号泣し始めます、僕が。で相手も40分し始めたら相手が号泣し始めます。おせち、おせちは食べません。よし、じゃあおせちんこの替え逆で一番面白いのは何、おせち、おせち、おせちんこって言ってますじゃないですか。じゃあこのおせまるまる、いやまあおせち、おせち、みたいな感じで言って、おせちまるまるみたいに言って一番面白いのは何、やっぱ透明少女始めること。なんで透明少女始まるんだよ。いやその透明少女のあの MC いいよね、向井秀徳さんのいいよね。その地に一人佇む女の子がいました、あれ誰みたいな MC。 いや普通にナンバーガールのファンに怒られるな。あ爪汚いんだった。あー今日も風呂入んなきゃな。風呂毎日入ると風呂毎日入らなければいけない体質になってしまう。ワンピース91巻買いました。でも7つの大罪34巻は買っていません。楽天カードマッハキングダムシャングリラ、あオフにしてた。いやートラックボールのさマウスいいね、みんないいよ、すごい動かさなくていいんだよ。あすごい手垢がすごいな、ゴリゴリ手垢出る、みんな引いちゃうよ、ファンがいなくなっちゃう。最近チャンネル登録者めっちゃ増えてる。声がでかいんだよな、外に聞こえてたらどうすんの、外のね下校途中のやつらにね、もうやだよそんなんで、なんか本当にもうやだ、やだよー、うー、いや危ねえ、これなんか背中がバキュコンってなっちゃうから危ないんだよな。あ口の中カラカラだ、どうしよう、炭酸水でも飲もうかな。今日はもうジュースいっぱい飲んじゃったんですよ、ジュースもうねないんですよ。
ねえ君に、君に一つ伝えときたいんだ。ルルルルルルつってルル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 君が溶けてしまわないようにうんこする。これで笑ってくれる人って何人だろうな。うんこするって言って、よーしゃ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 、いるかな誰か。笑ってほしいな、笑ってほしい、笑ってほしい。最近7つの滞在全然休んでない。でもまあそれはね、そろそろ休みますよ。だって合併号が始まるじゃん。合併号始まったら俺泣いちゃうよ。合併号を挟んですぐ休むんだろうな俺。それしたらマジで7つの滞在、違う、ヤングマガジン定期購読意味なくなるからな。ほんと怖いよな。はい、今ので、聴力がなくなりました。視力って言っちゃったよ。あー、また間違えた。もうこれもつまんないし、俺どうすりゃいいんだよ。もうこれもつまんない。まあいいや、つまんない、もうつまんない極めていこう。つまらん、つまらん王国のつまらない王子です。いやー、ついにやってきましたね。何もやってきてないですけど、クリスマスやってくるね。いや、そんな話絶対しねえかんな俺。どうでもよすぎクリスマスなんだ。でもどうでもいいよくない。クリスマスプレゼントお母さんにもらう、両親にもらいます。去年はね、あ、脇、黒い脇が見えちゃう俺の。なんか洗ってねえ、汚ねえ脇。洗ってないわけじゃないですよ。ある時期をしっかりと洗わなかったんですよ脇。そしたらもうね、黒の刻印が脇にインプットされてしまいまして、困る。うわ、汚ねえな、おい、汚ねえんだよ、おい、集大さらさせんな。そして俺、脇臭いし、口臭いし、ケツ臭いし、屁臭いし、あれ、あれも、ペニペニちゃんも臭えもんな。いや、ペニペニはダメだよ。もう、風呂入んなきゃな。大きな空を眺めたら黄色い雲が呼んでいる。今日は楽しい、今日は楽しい、ハイキング、いや散歩、散歩、テレステテレステデンドンドンドン、バッバッバッブンバッバラブブンバラウンブダダルダルダルバッバラドドドバッバラバウダダバウダダダダダラダラダラダヘイ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 、グッチョキーパー、ありがとうございました。これだけが芸の世界、これがトップの芸の世界。グッチョキーパため息ついちゃった。酵素バイオインでしょう。あ、爪汚いね。拡大された俺の爪が。もうね、いやそんな言ったらみんな見たくなっちゃうじゃん。で見たらさ、うわ本当に汚いなってなっちゃうんだよ。それでみんなの僕の好感度が落ちちゃう。僕の好感度が落ちちゃうと。特に何も弊害はないですけど、まあね、
低評価がつきやすくなる。ということでね、ということでね、ということで、ということで、で、まあまあ炭酸水でも飲みますか。はい。おーわーざわーん、まずい、半日前の炭酸水まずい。いやー、ここにあったね、よくわからない本たち全部漫画になりました。はい、拍手。そしてね、ティッシュが3段。じゃ違うんですよね、ティッシュはね、そういうね、いやらしい意味とかじゃなくて単純にどっか行っちゃうんですよ、本当に。それがいやで、しょうがなくて、いや、喫音症じゃん、どもっちゃってんじゃん。いやガチでバカしてるわけじゃないからな、俺は。よっ、バカしてるわけじゃないんだよ。こうそばゆいんでしょう。なに財布か。これシュワーの財布です。はい、嘘です。シュワーの入れ物を、これを財布にしようと今ちょっとプロジェクトしてまして。ああ、もうイヤホン高いな、お金いっぱい欲しいな。なんか匿名で誰か俺にお金くんねえかな。匿名で誰か、やっぱ匿名でお金もらえるの嬉しいね。最低だ。めちゃくちゃかびてんじゃねえかよ。びっくりした。あ、ごめんね、投げちゃった。動画のノリで投げちゃった、ガチで。本当に申し訳ない、俺の大好きな財布くんが。後で水で洗おう。めちゃくちゃかびてた。そんなかびる？びっくりした。俺の大好きなね、すごい鎌倉じゃないです、草津で買った、餅巾着じゃなくて、いや、そんな大昔の草津で買った餅巾着を財布にすんなよ、気持ち悪い。はい、レッツゴー。なんでブリスリーバッパ始めちゃうんだよ。深く吸ってちょっと出す、これが俺の戦闘流法だ、これが俺の大川流法だ。はい、面白いですね。おい、声がうるさいのに何一つ面白くない、何なんだ。そういう煉獄にいるのかな、みんなは。この動画見てる人って本当拷問だよね、拷問。どんな悪いことしたらそんな罰を課せられてしまうんですか。皆さん、どんな悪いことしたんですか。悪いことしなさすぎっていう刑になっちゃってる、これ。逆にね、もっとちょっとは悪いことしないよ、嘘つくとか。で、その、なんだろうな、清く正しく生きすぎてしまった人のが罰せられる場所なのかな、ここは。あー、ウィーニモコも汚ねえな。汚ねえもバカじゃねえかよ、この部屋よ。テキテキでよ、ほんとに。脱ぎっぱの靴下。わわわわわ、こうそばゆいんでしょう。うわ、ペットボトルのゴミがすごい落ちてる。こりゃダメですわ。アンさん、アンさんのアンサーはこちら。ブルル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 トゥルルルルトゥルルルルルルルトゥルルルルルルルトゥルルルルルルルガチャ。ボス、トゥルルルルルルル
トゥルルルルルルルトゥルルルルルルル。ここでね、はい、はい、皆さんこんにちは、始まる京志郎です。でも今日は喋っていこうと思うんですけど、一旦ここで CM です。いやマジやめようかな、喋んな。じゃあバイバイ。